ご来賓のの皆様こんにちはルルーマニア出身のミハイス・クンピエルと申します、えー、三菱電機ヨーロッパのブラッセル事務所で環境規制ほか EU 全般のロビング活動の仕事をしています本日はこのような形で、えー、皆様の前に立って日本語でスピーチをする機会をいただき大変光栄に存じます昨年に続き1位を目指して再チャレンジです さて本日はグローバル化と日本企業を取り巻く環境についてお話をさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。日本企業が成長市場で十分に力を発揮できないということを聞きます。優れた製品開発力やサービスを持ちながら、なぜ苦戦を強いられているのでしょうか。多くのの日本企業の 課題として挙げられるのがグローバル化への対応ですさて何が障害となっているのでしょうか一つ目の大きな要因としては日本企業の思い込みにあると私は思いますその思い込みとは世界一厳しい消費者を持つ日本市場で売れれば海外でも売れる日本の技術力は海外に比べて優れている 日本の活動はやはりものづくりにあるといったものです言い方を変えればものづくりのガラパゴス化のような現象が生じていると思いますこのガラパゴス化というのは国内で成功した製品方法が一番いいと思い海外でも通用するといった考えです現地マーケットのニーズを考えず 突っぱしり、それで失敗するケースが多いのではないでしょうか。最近はアベ,ノアベノミクスの効果もあり、円安の追い風を受け、根本的な課題が見えにくくなっていますが、最初から世界を視野に入れた事業展開が必要ではないかと私は考えます。グローバル化への対応として 問題視されるのがもう一つグローバル人材の育成にあるかと思いますこれが二つ目の要因ですグローバル人材と言っても日本企業ではある種のスキルを持った日本人を育成するための取り組みと考えられてきましたそれはなぜならばグローバル化と言ってもいかに出先を管理するかといったところに 経営の主要な課題があったからですしかし今問われているグローバル化というのは事業活動の軸をシュリンクする国内市場から成長市場へと移すための経営や統治の確立言い方を変えれば企業の変身であります。土地間のなかった地域や市場で 価値を提供するための戦略を立案実行する能力そのためのノウハウをいかに蓄積し開発するかが重要になってきていますそれを人材という観点から言えば国籍や性別に関係なく世界で活躍できる人材を採用しローカル化によって世界で活躍させることが 非常に重要だと思ってますグローバル化への対応で R&D のグローバル化も求められていますがこちらもまた日本企業はその重要性に気づいていないようですこれが三つ目の要因だと考えます過去に経産省がまとめたデータによりますと R&D 機能を海外に移している企業はなんと一つもなかったのです 皆様どうお考えでしょうか。たくさんの企業が工場を海外に移転させていますが、開発や設計といった機能をほとんどの場合、海外移転させていないのです。生産部門だけを海外移転させても、グローバルな競争力につながらないということです。米国のゼネラルエレクトリック GE の例を取り上げますと、 中国で超音波振電装置やインドで新天系といった製品を開発しそれが米国や他の国で売れるようになりましたこのリバースイノベーションによる発想の転換が最も重要だと私は考えますグローバル化への対応以外にも失われた20年間を通じて 世界の競争原理が大きく変わり、日本企業はあらゆるチャレンジに直面しています。例えば、低コストを武器にした中国企業やアジア企業の台頭です。数多くの製品カテゴリーにおいて、世界市場で安いコストでの競争が強いられています。 その一方で製品のライフサイクルは短縮し設計や開発にかかる負担が非常に大きくなっていますここ数年の厳しい経営環境においても世界市場で優位性を発揮した自動車充電化学工作機械はご紹介したような課題をうまく克服し 需要側の立場でものづくりをし、成功している事例も当然あります。以上のように、グローバル化された世界市場で競争し、勝つための施策として、私は3つの対策が重要だと考えます。その1つ目が、最初から世界を視野に入れた事業展開が必要であること。2つ目、 グローバルな人材育成を行うことです三つ目ですけれども顧客志向でものづくりをすることです皆様いかがお考えでしょうかこれに加え本日のスピーチでご紹介する時間はなかったのですけれども先ほど申し上げた三つのポイントに加えて私は次の三つのポイントも非常に重要だと考えます一つ目が当社の 元社長もおっしゃってたんですけれども、知,知,知財、標準戦略を経営の中枢に組み込むことが重要だと考えます。2つ目、官民が一緒になって、日本の企画やものづくりの標準を世界スタンダードにするために、ロビングをすることです。3つ目ですけれども、M&A、合併買収をもっと積極的に行うことです。 これらのような施策をもっと重要視すれば、日本企業は成功の道を再び歩むことになるのではないでしょうか。以上、ごご聴ありがとうございました。